人の話は眠くなるって決まってましてね、金曜日の夜でしょ、足元が悪い中ね、わざわざ来ていただいて、いやー時間潰して損したなってなことのないようにですね、お話はしたいと思います。ご紹介いただきました坂内と申します。坂内と書きまして坂内と呼びます。で、インドとチャイナ、インドと中国の間にある半島もあるんですよ。台北の中高市シャーロットにあるんですが、ロテ湖というですね、工業団地の入り口に桜、こんなのがあるんですね。マーケットが小さいから海外に大量にシンプルなものを売らなかったら市場がないという発想があったわけです。もうそれくらいスピードが速いんです。環境エネルギープラントとかをですね、海外に東南アジアを中心にこう輸出をしているんですけど、さあそれではですね、民芸品、これベトナムの青材の民芸品、これも一個ずつ配っていただいていいですかね。ほとんど持ち出しで私やっておりますけどね、別に。ベトナムに進出した中小企業の例と工業団地の社長の例っていうのをですね、書いたものがあるんで、これを用意しました。